は何事だ。モンコの小屋、民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった。この染め、モンコのものなのか。これは勘どこ、蒙古の儀式だろうか。侍、鷹様が呼んでる。サラーンボルダンジャラーン、ボルダンジャラーン、ボルダンジャラーン、ヘンデンジャラーン。あの郷で仲間を鼓舞しておる。郷で士気が振るっておるのか。さあ敵、
苦しみおって。正体を突き止めねばな。集落の者に何をした？大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長官。あのお方は一族を率いて対馬に来る。息の全てをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。ジン、手を貸さんか。お前は死ぬのが主上のためだ。急いで駆けつけたけど、こりゃひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの？わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹。対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの。猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ。かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも、その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。坂井家は息で憎まれておる。坂井家の鎧を着るならば家紋を隠さねばな。船が待っ、
酒井様、その説は良い弓に勝る武具はございません。太刀についてのご用があればお役に立ちましょう。クロード様が技の裏に入ったらしいが、坂売りの姿に変化した。そうじゃないが、坂売りがクロード様を荷車に隠して、鎧を整えてもよろしいでしょうか。より頑丈になりました。では弓の手入れをいたしましょう。一夜を侮ってはなりませんよ。恐れながら私ではこれ以上鍛えられません。酒井様、いつでも立てますぜ。酒井様、よろしいんですかい。息はお侍を嫌っとりますよ。北西の岸へ向かえ。境取りで？あれは父が建てたもの。息で何かあれば民はあそこに逃げるはず。では大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし、息では大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大鷹どもの企みのせいだろう。渡積様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い風。着いたのか。抜け荷の隠し場所のようだ。
入れ口はどこだ。よし、うまくいった。境取りでは遠くない。誰かおらぬか調べねば。そして風、見つけてみせる。船が流れ着いていないか見に行ってみるか。どうした？あの女はどこだ。崖にいた。落ちたのか。嫌だ嫌だ。心の病だ。対馬の民と同じ痛ましい。
猿を。一番手は誰だ。速達を安い。上の曲も日差しのようであった。どのような調べだったか。俺が乗った船だ。風、どこへ行ってしまった。対馬の船長だ。この蹄は風のものだ。歩みに淀みがない。無事のようだ。どこに消えた。空腹だったか。狼狽もせず草を這んだ。
倒れたか、転げたか、無事であろうな。そこもと静かに、聞かれますよ。他家族に狙われているんです。もし捕まったら心を壊されてしまう。落ち着け、人はおらん。奴らが来たと気づいて逃げ出したものの、危うく蛇に噛まれかけまして。だが殺したのだろう。それが不意に現れた馬が蛇を踏みつぶして、運よく事なきを得ただけなんです。その馬どちらへ行った。猛虎を追って丘の方へ。助かった。馬を見つけたら礼をお伝えください。足跡、もうこだ。たじろいだ後、馬を追った。馬の蹴りで頭を割られておる。あの音、近いぞ。風、今向かう。よくやった、いい子だ。怪我はないな。死んだかと思ったが、お前を見くびっておったな。お前が見せた足で猛虎を潰す動き、忘れるでないぞ。
襲われておる。急ぎ向かうぞ。太刀を抜け。今ので最後。二度も命を救われました。礼は良い。馬に行ったのですが、ともあれおかげで助かりました。どうだ、褒められたな。行くぞ、共に息を救おう。対馬の民と同じ。お前の話は聞かん。数日ほど姿が見えなかったので、猛虎に捕まったのかと思ったら不意に戻ってきたんです。でもずっとこの有様で。この害必ずや食い止めよう。もう安全だ。どこかへ逃げろ。ここは安全。悪い人はいないよ。
お侍ブルゲデットさ。島に送った石膏を全て切ったぞ。コトゥンハーンは死んだ。あやつの兵も敗れた。明日幾千もの武士が一気に集う手はずだ。くだれ、命までは取らんぞ。苦しかったの。飲め。一息に殺せばよかろう。客を害しはしない。まだ先は長い。決して潰れんぞ。とうに潰れておるではないか。さあ己の霊魂を地の底へ送ってやろう。己が先祖の裁きを受けるがよい。ちゃんと聞くと思ったの？そこらの船を借りたんだ。どうした？何かされたの？大田家族の蝶に飲まされたようだ、毒を。あいつらが戻る前に薬師を探そう。太刀はどこへやった？近くを探してみなよ。大高と猛虎兵はどこだ？さっき外に火をつけたんだ。あいつら調べに出た。さて行くぞ。こっち。幾年も過ぎたが境砦は無事であった。ここのこと？父が建てた。そりゃそうだ。猛虎に抗ってる連中はいるのかね？どうであろうな、知らん。味方はいないってことか。ああ、
酒井家への恨みも深い。助けを得るのは難しいな。お父上のおかげ。こっちだよ。この門開けるよ。他の侍はいつ着きそう？他の侍？誰にも伝えておらん。石川先生にさえ。父親はここで死んだの？いや、谷で不意をつかれた。あんたもいたんだね。この向こうに渓谷が。そこから逃げよう。なるほどね。先に行って。父親を不意に失って、その辛さ抱えきれた時に辛く思う。崖を降りられるね。ねえ、何が見える？なぜ手を貸さなかった？父上、見殺しにしたな。お助けしたかった。見てたんだね、殺される様を。
何か妙だ。己、これも毒の。心の目は開いたか。この幻は始まりに過ぎぬ。我が助けなくては恐怖と苦痛の海に沈む。我が先導を務めよう。うちに秘めたる罪を清め、生まれ変わるがよい。我が樹脂のいずれもが通ってきた道だ。そうして島を我らがものとし、己の父の意志を継もう。息の海賊を残らずなぶり殺せ。父の無念を晴らすのだ。ジン、魂がさまよっておる。我が子に全てを授けたかった。だがあやつは武士になれん。かよい。ジン、そこは危ない。こっちだ。今参ります。父の疑いを己自身が証明したのだ。武士なら父を見殺しにするはずがない。父上の亡骸を乗せて船で対馬に戻った。生き恥をさらして。あやつはもろく弱い。戦で死ねば堺の家は耐えてしまう。父は己を連れたくはなかった。己がおるだけで家名が汚されるからだ。嘘だ。ジン、急げ。お待ちを。父上、してやられた。全て賊どもの計略。我が兵が撃たれる。父上、陣走れ。今少しだ。己が父を死なせた。違う。お前は死ぬのが主情のためだ。生きてるか。大鷹は近くにいる。ひとまずここから離れるぞ。まだ青ざめてるな。しばらく休め。何者だ。答えよ。その言葉つき、ここじゃ通用しない。対馬だと思うな。幻が何を言う。太刀を抜け。切って確かめてみるか。代わりに答えよ。露の森の戦はどちらが勝った。戦の前、10日以上雨が降って、大水で侍も島の者も死んだ。どちらも負けだ。俺からも聞かせてくれ。侍が息で何してんだ。大鷹が対馬に石膏を送り、俺はその所業を見た。
奴らを止めねばならん。では毒のことも知ってるんだな。あの毒はこの身に回っておる。サリトで気は確かなのか。そんな奴初めてだ。いかほどで毒は消える？消えねえ、おそらく。では耐えるほかない。猛虎はいつからおる？一月だ。俺の仲間は抗ってるが、ほとんどの奴らは殺された。俺も手助けする。穂高を退けよう。侍が賊を助けるって？穂高を倒すためだ。名を言え。陣、槍川の手だ。しばらく考えさせてくれ、槍川の陣殿。答えもせずに立つのか？生き残りを探すのさ。あんたも正気づいておけ。話がしたかったら西の浜辺にある小屋に来な。その前に毒で潰れてなきゃいいけどな。潰れぬ。気を休めてから天蔵に会おう。大高、僕から息を守らねば。でも父の死から目を背けてきた。またしても逃げるとあらば幻影は膨らむ一方。己一人で父の死と向き合えるのか？知恵を貸してやるぞ。魂を常闇に沈めたくはなかろう。幻、まだ聞こえるか？Thank you.
られぬぞ。そばで見ておるからな。悪いんだぞ。さらばだ、竜蔵。ジュン、頼む。竜蔵を信じたばかりに。お前さえ守れんのか。似合ってる。名をつけねばな。空、天をもかけよ。許せ、空。いつか穏やかな旅に出ようか。
いいから風。一つ目の野営を敷いた場所。若、これより父君がお話を。鎧をお召しください。さあ父君のところへお連れいたす。奴らは己のことを思い違えておる。さながら武家だった。だがあやつらは武士か。いや違う。ネズミよ。欲深く荒らかな病のネズミだ。そしてようやく巣を見つけた。こっちだ。父上ご無礼を。お主らの所従は五匹の首を取れ。そしてお主らはおのおの50。不足あらば泳いで帰れ。支度させよ。まずは竹の辻へ進む。父上、その鎧で戦へ。綿紙が緩い。土で打て。他はよし。お許しを。過ちから背かず学べばよい。それで死なずに済む。稽古を思い出し、わしから離れるな。残るべきでした。今さら目を澄まし決して抜かるな。自慢のことなれ。自慢のことなったでしょうか。
아니 저 뒤에 뭐가 Thank you.
臆病なわらべのように鏡を追って卑しい罪人のようにこそこそと忍び追って惑うな。テントへ行こう。そして
船が燃えておる。戦か？調べてみれば。船の残片。この匂い、蒙古の火薬だ。生き残り。よりもう時がない。誰の仕業だ。蒙古か。いや、他の海賊だ。裏切られた。山猫の一味が蒙古と結びやがった。兵具を手に入れ、ヒヤリまで。その海賊はどこにおる。杉に聞け。あいつなら知ってる。南の集落の赤い傘伝えてくれ。奴らが来る。ヒヤリの音だ。山猫の一味、生き残りを。
南の集落で杉を探そう。海賊が寝返るとはな。辛い時は幾度もあった。またやり直せばいい。猛虎の恐ろしさを知らんだろう。お前だって侍の恐ろしさを知らんだろう。あの日の痛みも、あの悲しみさえも。さあ寄って見ていってください。いやはや、いいお客です。他には？また会えるはずだ。これで猛虎に勝てます。戦の備えは？よく戦って戻ってこい。侍の次は猛虎。道はわかるかい？どこへの道だ？雲煙寺への道さ。そこでは太田家族が飯と寝床を支度してるんだと。猛虎どもに慈悲はないぞ。その寺を見つけ、ザレ事を広めるのを止めねばな。アントラ、タカか？気を張りすぎ。そうかい。じゃあ、私が行くよ。なんで空を見つめてるんだ？大雨を降らせて猛虎を流してくださいって祈ってんだ。俺らも流されるぞ。アホ、俺らには地の利がある。逃げられるさ。
さあ。